シェナエンゴみたいな、せーの、シェナ。みなさんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。今日は親子3人でベーキング。スウェーデンのクリスマスには欠かせない目が覚めるような黄色いパン、ブッセカットを焼いちゃいます。しかも今年は甘いバリエーションルッセブッラもご紹介。そしてこれは2人パパの新ガジェットをちゃんと使いこなせるのでしょうか。お母さんからたくさんのアドバイスをいただきながらのベーキング、緊張した。とにかく最後までお楽しみに。それでは行きましょう、2人パパの日本人ゲーム子がスウェーデンの母にコツを教わる伝統のパン作り。シェナ、皆さんこんにちは、2人パパのミッツンとリカパパ。あなたは誰ですか？分かった分かった。今日何するの？今日何するの？ルッセカー。ルッセカート作るね。ということで今日は以前にもご紹介したスウェーデンのクリスマスには欠かせない黄色いサフランパン、ルッセカットを作ります。ルッセカットは12月13日のセントルシア祭に合わせて焼かれるルシアの猫という意味のほんのり甘いパン。このサフランの香りがスウェーデンの人にとってはクリスマスの香り。1年のうちで最も暗く、日照時間が1日3時間ぐらいになるこのエリア、太陽のように黄色いサフランパンは心を明るくしてくれるのです、うん、でもさ、今日ちょっとスペシャルなものがあるでしょ。何？そう、2人パパ犬新たな家電を導入しましたよ。とても大きいもののようですが、一体何かお分かりですか？これはスウェーデンの家庭ではどこにでもあるものですか？そうですね、ファルモールが持ってるね。そう、ファルモールでもフォッティオーシャンって、フォッティオーシャン、これさ、ちょっとさ、下に置いた方がいいかな。そうね、いろんな部品が出てきましたが、大きな本体が出てきたところでファルモールにその使い方を教えてもらいましょう。じゃあ確かに貼って、あー、そのこの端っこをね、よこの端っこをね、よそう、で、はかまないみんなのボーボカグレードスト、エレフィアママランハロセンスクルハスクルラエレスカマグラソーソーカマレクリエラメランハロロンソンブハソンカンヤソ。この機械はスウェーデンではシュークアシスタントと呼ばれるもので、パンやケーキ作りには欠かせないもの。生地をこねたり卵を泡立てたり、その目的に合わせてアタッチメントを変えて使用します。さあ、機械の準備ができたところでお次は材料。分量やレシピは概要欄をご参照くださいね。ちなみに今日は普段のルッセカットだけではなく、ちょっと甘めのルッセブッラもバリエーションとしてご紹介します。この前ファルモルが焼いてくれてとっても美味しかったので、レシピを教えてもらったんですよ。まずは最初の工程はイーストの準備。うちでは生イーストを使うので、息子くんに手で割ってもらいます。イーストはイエスイエスト君のどこに入れる？こん中に入れる。そう、今入れる。でもちょっとちぎるんだって。スムラサンダラスムラダンハニエド。Jag filmar när du gör det. Så tar du upp den med handen. Bryt sönder den. ちっちゃくするんだよ。Bryt sönder, du behöver inte knäppa den. そんな粘土みたいにやんなくていいよ。こうやってやる。そうそうそう、まあ、中に入れてね。これはそれ入れといて、今こっちで今からバターと牛乳を温めます。ここで息子くんがお得意の牛乳を測ります。のラペンマあそこ、いや、それでもいいよ、うんうん、ちょうどそれメモリがついてるからいいね。結構慎重派だよね、この。あ、ちょうどだったね。全部だった、よかったね。と、ここでミツパッパ、何かに気づきます。あ、間違えちゃった、パパ。何？最初バターだ。最初バターだ。バターを鍋で溶かして、サフランをそこに混ぜるのが次の工程だったんです。ただここでマスカル、サッタサフランにもうフェッテッ、あれそう、ファルモルから待ったがかかりました。じゃあサフランは、ファルモのおすすめのやり方、うんうん、こういうあのウイスキーやコンニャックやん。コンニャック、うんうんうん、ファルモのアドバイスはコンニャックを飲むこと。
うんうん、ここ砂糖入れる。ウイスキーでコンニャク。やん。何コンニャク。うん。コンニャク。そしてミツパッパが取り出したのがこちら。リキティフコンニャク。何それ入れるの。お酒。それ今飲む。うん。でも最初はあのちょっとサフランを。ということでリカパッパのお母さんから教えてもらったやり方がこちら。サフランをすり鉢などでパールシュガーと一緒にすりつぶします。アデソブレルベッテレルクフルベッテルアンフィンクロスサーブアイチェンダーツヨーンデーレイションインチソミッケクロスサーブアデンカシェバフィンノアレモーランデナアレフィンモーランデナどうぞ。今回使用したサフランは粉末のものだったのであまり必要がなかったようですが、もし糸状のものを利用した場合はすり鉢でしっかりとすった方がいいようです。そしてサフランは水溶性ということでそこにブランデーを投入。フミッケエンデスリットないないないユスパラサデレーセンカーセバラエンツボポパコナトレティアンヨシーフェロヨシーエンティーそうだ。ここ vi ta lite konjak också det. Jo, kan du ta glas? Nästa. Åh, すごい。すごいリカこれ。めっちゃいい匂い。うん。いや、bra tip. いいアイデアね。これは bra idé. Ja. どうこの匂い。ごめん。そうだよね。お酒だしね。ちょっと気をつけて。オスカビブランダメスムールヌミョルテミョルテあれスマッタンヌモステスマッタンフということでバターが溶けるまでパッパたちはちょっと味見。ルセカットはまだ完成していませんが一緒に食べてもよく合うと思います。うん、乾杯乾杯。うん、バターが溶けたらそこに牛乳を入れさっきのブランデーサフランを入れ温度を測り。あれ37グラド。いや、37度。ちょっと待って、テンペナレット。36。ピンポーン。うん、うん。で、これをイーストに入れるのって。今入れてくれる。ちょ、リカパパと一緒にやった方がいいかな。一緒に。重たい。これでイーストが目を覚ますね。そこに砂糖、塩、クワルク、卵を入れ。いよいよこの機械の出番。これ一番ち。入れた？サラダに入れまで入れてない。うん、もう入れた。もう入れてる。え？さあ、うまくこの機械を使いこなせるのでしょうか。測り方。そして混ぜながら小麦粉を投入。今回は日本の中力粉に近いものを使いました。あ、ブラー、でもまだもう1回やって、2回ぐらいやってもらう。わお、いいね、めっちゃ楽ちんだね。だれやや、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 だ生地の状態を見ながらベトつかずでも粉っぽくならない程度に小麦粉を足していきます。あれ、リーテルです。何です、ちょっとリーテミョール。だるらっけだ。今までは手ごねでやってきたのでこねた時の感触で生地の硬さをチェックしていたのですが、機械だと楽ではあるけれど生地の硬さのチェックが少しうまくいきません。先ぽこの。そして10分後。多分いいと思う。なんかベタベタした感じじゃなくて、結構生地にツヤが出てきた。ルアンファリスラム。器の周りについた生地をまとめて。オッケー、じゃあこれで20分、30分、30分ぐらい。蓋をして一時発酵させます。時間は20分から30分ほどが目安。出
できるだけ暖かい場所に置いておきましょう。何とだろう。あ、そうなの。ん？このデーゲのやさファスト。あは。これペペペペだな。それデーゲのすかスミッタイだね。看ぶんで。看ぶん。え、これあたるってやつがスタンナ。Det är för att det ska vara varmt där inne så att det inte värmen ska smitta dig. Man brukar sätta en duk över också. そして発酵を待つ間にファルモルがこの前作ってくれたルッセカットじゃなくてルッセブッラを作る、もう半分作りたいと思ってる。あ、オッケー。で、あのだからバターと砂糖を混ぜなきゃいけないんですけど、ルッセブッラにもいろんなレシピがあって、マンデルマッサと呼ばれるアーモンドペーストを使うものが多いんですが、このバターと砂糖だけのレシピだけでも簡単で十分美味しいので、今回はこちらをご紹介します。今日全然やってないの息子くんね。ファルモルとパルファルが来てるから。あ、OK、それでこれ100になるまで入れてじゃん。とバターを混ぜ始めたミツパッパですが、でもちょっと今日のレシピ楽しみだな。うん、ミツパッパ。すごいね、めっちゃ共同作業感出るねこれ。うん、これじゃないよ、ゴムベラとかの方がいいかな。あ、いや、で、ベッツレ。うん、でベッツレ。うん、そしてフィリングの準備ができたら、あとは一次発酵ができるのを待ちます。ふたりパパ、何見てるの？ビデオ。うん。これ一昨年まだ前の家で撮った。線ベティダルリニエ。次の工程を以前の自分たちの動画で確認する二人パパ家。ファルモル、ファルファルも息子くんの成長を見て驚いていました。そして今回はちょっと発酵に時間がかかってしまい、その間ファルファルたちと一緒に学校で作ったというコマで遊びます。メンフォーレティー、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 メンフォー。Okej, nu får du den till farmor. Nu är det din tur. Mm, ja. Oj, den får du till farfar igen. Farfar, vad är det? Yay! Jag provar att göra ett motstånd. Så して発酵が終わったみたい。Är det klart? Vi tar med oss. Tada! Ah, det räcker det. Det räcker det. ちょっと粉が足りなかったかなという印象ですが、まあ2倍ぐらいには膨らんでいるので良しとしましょう。まず最初は何するのと？粉。粉だね。最初は潰すんだよね。パンチするんじゃない？オッケー。うん。そう。よし、生きてって。やりそうな。何？粉を垂れている。で、パスの上でパンチにらなんだよ。粉？台に粉を振って潰した生地を出すと、打ち粉をしながらまずは全体をきれいにまとめていきます。ヌスカビボーカ。おぬーヌスカビヌスカビバーッヌースカビ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 バーバーヌースカビ。今回は通常のルッセカットと甘めのルッセブッラと2種類作るのですが、生地を4分割したうちの3つをルッセカット、残りの4分の1をルッセブッレにしたいと思います。ルッセカットは4分の1の生地を8分割にして成形していきます。じゃあこれルッラしていい？ルッラのロスト。プスコンやるボール。最初そうだね。そうそうそう、最初はボール。オクセンのルッラ。なんかさ、リカのちっちゃい。はいどう。ヘイドー。タクフイドー。このもらってもいい、このもらってもいい。ちょっとさ、膨らむから少し離した方がいい。まあ今日ちょっと難しいね。
この日はちょっと生地がベタつきがちでやりにくかったので他の日に焼いたものをちょっとお見せします。ボール状の生地を取るとまずは空中で少し長細くします。ある程度長くなったら台の上で転がすようにして長く伸ばしていきましょう。台の上でコロコロすると均等な太さになるので成形が綺麗になりますよ。ただあの日は生地がベタついていたため台の上でできずちょっと形がいびつに。まあでも子供とやるときはあまり細かいことは気にせず楽しくやるのを心がけています。そして長細くなった生地を両端から逆向きに巻いていくと猫の尻尾のリッセカットの形に。天板に並べたものから清潔な布巾をかぶせ20分ほど休ませます。ちなみにこの日に焼いたものの出来上がりはこんな感じ。でも3人一緒に焼いた時の出来栄えは動画の最後までお楽しみに。この長さ、このまな板の長さぐらいにして巻くと結構いい感じになります。なんでこんな遠くにするの。はい、すいません。じゃああなたの近くにしましょうか。うん、3人でやると早いね。あっという間。4分の3の生地も巻き終わりに近づき、ミツパッパはもう1種類ルッセブッラに取り掛かります。二人パパ、僕はこれでハートしてる。そうね、いいんじゃない。ハート。息子くんも手慣れた手つきで一人前の仕事をしてくれていますが、その間にミツパッパはルッセブッラを作ります。作り方はシナモンロールの時とほぼ同じ。4分の1の生地を長方形に広げて、そこに先ほど作ったバターシュガーを広げます。手前はギリギリまで塗るけど奥側は塗らないエリアを作るのがポイント。全体に塗ったら手前からくるくる巻いていき、今回はこれを12等分にします。この時はカップケーキ用のカップに生地の断面が上になるように置きましたが、型なしのブッレも試したらそっちの方がふんわり膨らんで美味しかったので、まあ型なしの方がおすすめかも。でも型があるとスペースが有効に使える利点もあります。そしてルセカットと同様乾いた布をかけて20分休ませます。そして溶いた全卵をハケで全体に塗り、225度に予熱しておいたオーブンに入れ待つこと7分。すごいふかふかになりそうだね、うん、うわ本当だね、すごい。7分経った。どう、ちょっともうちょっと焼けてもいいよね。生地の状態やオーブンの機能によって焼き時間は変わってくるので、7分経った後に1分ごとに経過をチェックしています。まだもうちょいやった方がいい。白い、うん、そうね。場所によってはちょっと茶色くなってる。ヘイスリー、タイマー30秒、もうあと1分追加にしよう。じゃあこれにもうそろそろ卵をつけて、まあ、リカがいいと思ったらもう出していく、うん、今出します。出た。おー、フォヤバイスコルメン。ねえ、どうもしてゆう、もしてスワーナフォシュトラッコやったん。あ、すごい綺麗、すごい大きいね、今日本当に大きいね。すごい美味しそう。うん、綺麗でしょ。ねえ、色が綺麗、すごい大きいね、大きいよね今日。形はいつもよりちょっと悪い。そうね、ちょっとあのデーゲンが柔らかい分ちょっと形成形がしにくかったよね、難しかったよね。ほほほー、わー、もうすぐ食べたい、今すぐ食べたい布を。そして2回目以降は1回目の覚えておいて焼き時間をタイマーでセット。ヘイスリー、タイマー9分布。9分のタイマーを作成しました。そして最後のルッセブッラも焼き上がりましたよ。ルッセブッラには全卵を塗った後、その上にパールシュガーと粗みじんにしたアーモンドも乗っけました。キャラメライズされてすごい美味しいですよ。うお、ティッタリカパパ。あ、いいだね。すごい。プロみたい。ちょっとだけ濃いめに色をつけたんです。これはバターがついてるので、うん。ということで、ルッセカットとルッセブッラの出来上がり。わあ、どれにする？こっちにもあるよ。この後はいよいよ試食。お味の方はどうでしょうか。二人パパ。さあ、
ということで、いよいよ味見ですが、もう食べてんの？まだまだいただきますしてませんけど、うん、どうかです。じゃあいただきます。いただきます。どうですか味は？食べよう。おいしい。おいしい。てかさ、すごいやっぱふかふかだね今日。うん、じゃあペッパーコーク先生食べてみ。いいよ。うん、甘さはちょうどいい。甘さちょうどいいね。うん、時々はなんか膨らみすぎると。さあ、椅子はどこ取るかな。膨らみすぎると膨らみすぎるとなんか甘くないよね、うん、でもこれが好き、うん、甘くないのはベスト。めっちゃ軽い。そして今日ふわふわだから、マジでふわふわだね今日。ちょっとやっぱデーゲン柔らかいと難しいけど、作り方がふわふわ感はすごいね。あのブランデーの効果があるのかな。ブランデーの香りはしないけど、いやこれさ、自分で焼くこと覚えるとさ、お店の食べれないよね。先に食べたリカパッパ、何か言いたげんです。うん、ルセブラさん、いいよ、取ってきていいよ。うん、半分こしようか。もう一個欲しい？もしかしてご飯食べれなくなっちゃうんですよ。僕はあと結構大きくなった。すごいね、ナッツのバターの味です。うん、あのトリックのハート取った。ミスパパはハート取ってないよ。あのトリックのハート取って、だからみんなに1個のハートもらう。うん、ありがとう。全部でじゃあ3つ作ったってこと？うん、この生地の中にちょっと染みててさ。うん、これ美味しい。うん、あとすっごいキャラメライズされてる香りがする。ああ、そう。これちょっと、これ本当に美味しい。しかも今回さ、アーモンドがさ、スラッシュしたのがなくて、塊のやつ自分でクラッシュしたの。すごいフレッシュで、うん、これ美味しい、マジで。そして大満足の3人はごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。あ、ヘイドーだけ言う。ヘイドー。ヘイドー。さて、来週の二人パパは？息子分です。ルース、ルース買った、美味しかった。でも、ルースブラはあまり好きじゃない。この前、ミスパパとリカパパとユーマルクナに行ったよ。トムテのレンの行った。スウェーデンのクリスマスマーケット。みんなで一緒に歩きましょう。さて、次回は世界遺産のクリスマス、スウェーデンの生ハゲ、冬の森に響く歌声と3本です。次回もまた見てくださいね。ステン、サックス、ポーセ、ボー、ブリエルディア。へへへへ。 I love you.